常な波動だ。汚らわしいものは全部お。遅い。ここはお前なんかが来ていい場所じゃない。さっさと帰れ。バカな魔女だな。きっと異常な波動の影響を受けたんだよ。こいつを頼んだぞ。僕は宝器を連れ戻してくる。あいつ、僕のことなんて呼んだ？そこまでだ。僕はウサギじゃ。ウサギでも何でもいい。だがウサギさんと呼ぶのはなしだ。アインと呼べ。あいつ、あのネズミが戻ってきたら一緒にここから立ち去れ。まあそうは見えないが、僕は根に持つタイプなんだ。とにかく僕の言うことを聞いてここから離れろ。
理由は、これは僕のお茶会だからだ。それに、ここは危険だ。どこもかしこも狂ったウサギだらけだから。僕以外の全員だ。お前を見た時から分かってた。でも、その様子じゃまだ宝を見つけてないんだろう。これのことか。いや、これだけはダメだ。一口かじってみろ。それ以上はダメだ。この場の時間を少し巻き戻せるだけだ。範囲は、このお茶会にあるものに限られている。うさぎとお菓子やお茶。だが、僕自身とよそから来たものは含まれない。異常な波動の影響を受けて、うさぎたちが他の生き物を襲ったり、お互いに攻撃し合ったりした時は、これで時間を巻き戻してる。面倒だけど、こうしないと大変なことになるから。そんな目で僕を見るな。ここまで話したのは、お前をがっかりさせたくなかったからだ。それはどんな方法だ？
そこの庭はそろそろ限界みたいだ。気をつけろ。星たちが空から降ってくるのはきっと君と出会って君のために戦えることを光栄に思うよ。ありがとう。最後にもう一度時間を巻き戻そう。お前を正式に僕のお茶会に招待したい。カード当てゲームだ。やってみないか？ハートのエース。黒猫の尻尾はどうしてウサギの耳に似てると思う？答えはお前が戻ってきた時に教えてくれ。